大学に入学した俺、田中優斗はとある創作サークルに入会した。そこで出会った先輩の高橋隆二と意気投合。隆二さんがプログラミングを、俺がシナリオを担当して共にノベルゲームを作ることとなった。よし、完成だ。やりましたね、隆二さん。見ろよ、優斗、徹夜明けの体に朝日が染みるぜ。でも、なんだかすごい充実感ですね。ああ、そうだな。初めて作ったゲームは、最初、ほとんどの人に見向きもされなかった。けれど、ある日、ゲーム系のインフルエンサーに SNS で紹介されたことをきっかけに、バズを起こして、とんでもない売り上げを叩き出した。それを見た俺たちは、本腰を入れようと、その流れで学生起業を果たした。そして、大学卒業後も作品を発表していき、順調に会社は成長していた。しかし、数年後に暗雲が立ち込め始める。なあ、もっと日常シーンからサービスシーンを入れた方がいいんじゃねえの？そういうの流行ってるだろ。でも、うちは淡い青春要素が売りだろ。露骨な表現はブランドイメージを下げるだけだと思う。いやいや、普通に数字取れる方を選ぶべきだろ。目先の数字に価値はないし、ファンもそれは望んでないって。チッ、勝手にしろ。最近はこうして隆二さんと揉めることも増えていた。話題作を出し続けたことで、俺はライターとして業界から注目されつつあった。隆二さんはそれが面白くなかったのだろう。はあ、俺はただ昔みたいに楽しくゲーム作りがしたいだけなのに。そうなんだよ、ユートのやつ、うちのゲームが売れてるのは全部自分のおかげだと思ってやがる。創業メンバーの俺を追い出したくて仕方がないんだ。そうすればあいつに意見できるやつなんていなくなるからな。な、そんなのひどいですよ。全部リュウジさんの支えがあってのことなのに。っていうか、全部自分のおかげとか思い上がりすぎだろ。俺もそう思う。でもあいつは俺らなんてただの駒としか思ってないんだ。そんな、でも俺はリュウジさんの味方ですからね。そうですよ、何かあったら頼ってください。みんなありがとな。ユートには裏切られたけど、俺はいい仲間を持ったな。なあ、聞いてくれよ、ユートは他にも。みんなおはよう。今日も一日頑張ろうな。よく平気な顔でいられるよな。さすが大人気ライター様は違うぜ。お？ユート、残念だよ。設立当初から一緒にやってきた仲なのにな。お前はクビだ。は？急に何の冗談だ。冗談なものか。これが会社の総意だよ。なあ、みんな。すみません。でも俺らは隆二さんを裏切れないです。聞きました。陰で俺たちの悪口を言いまくってたって。レベルが低いとか、俺のおかげで食えてるとか。そんな人とこれ以上一緒にやっていけません。は？なんだよそれ。俺は会社のために懸命に頑張ってきたじゃないか。隆二さんが俺を追い出すために根回しをしている。そう気づいた時にはもう遅かった。こうして会社を追い出された俺は晴れて無職となった。はあ、亡くなるのは本当一瞬なんだな。はい、もしもし。よう、久しぶりだな、ユウト。ケンゴ。俺、転職してこっちに戻ってきたんだよ。よかったら会わないか？久しぶりだな。お互いに仕事が忙しくてなかなか会えなかったもんな。彼は大学時代の友人の桃園健吾。俺が起業したことも知っていた。さっき電話でも言ってたけど、今無職なんだってな。何があったんだ？てなわけなんだ。俺は事の顛末を健吾に話して聞かせた。なんだよそれ、ひってえ話だな。よし、待ってろユート、親友として俺が何とかしてやる。何とかって？任せろよ、ちょっとしたツテがあるんだ。もしもし、今時間あるか？ちょっと相談があるんだけどさ。はい、呼ばれてきました。健吾兄の妹の光です。桃園健吾の妹、光はイラストレーターだそうだ。ゲームメーカーに数年勤めた彼女は現在元会社のチームを引き連れて独立をしているらしい。彼女の会社の名は聞いたことがあった。新進気鋭のゲーム会社で
イラストが特に素晴らしいのだと。ユウトさんってあの田中ユウトさんですよね、シナリオライターの。はあ、実は私大ファンなんです。海辺のレモンティーめちゃくちゃ好きです。トゥルーエンドはもう涙が止まらなくて。あ、デビュー作も遡ってプレイしてますよ。あ、そうだ、サイン、よければサインを。あて、じゃあ何するんですか。ユウトが困ってるだろ。あ、ごめんなさい、憧れの人を前に。つい、すみません、本題に入りますね。田中ユウトさん、よかったらうちの会社でシナリオライターとして働きませんか。え、うちはイラストのクオリティは高いんですけど、シナリオがちょっと弱くて、ユウトさんが入ってくれたら最強の作品が作れると思うんです。何より憧れのライターさんと組んで仕事してみたいですし、どうでしょう。そんな願ってもない話です。ぜひこちらこそよろしくお願いします。やった、決まりですね。これで我が社の勝ちは確定です。こうして俺は光の下で働くことになった。そして早速企画書を提出する。光の可愛らしい絵柄を生かした上でヒロインの魅力を引き出すことに特化した企画だ。さすがユウトさん、面白そうな企画です。これでいきましょう。あの、ユウトさん。なんでしょう。私、兄からユウトさんが会社を追われた時の話を聞きました。私、許せません。高橋隆二という人も、他のメンバーも。光、見返してやりましょう。ユウトさんの才能は私が保証します。それと、安心してくださいね。何があろうと私はユウトさんの味方ですから。ありがとう、俺も精一杯頑張るよ。それから光の会社で俺が企画した新たな作品が動き始める。元からいたライターさんには歓迎されないだろうと思っていたが、いやー、シナリオ読ませてもらいましたけど、めっちゃ面白いですね。田中さんの企画最高です。すみません、もともとは佐藤さんの企画が進むはずだったのに、俺が横入りするような形になっちゃって。謝る必要なんてありませんよ。こんなシナリオを見せられたら文句も言えません。一緒にいい作品を作るために頑張りましょう。はい。早速原稿の執筆を開始。俺を信じてくれたみんなに報いるべく、寝る間を惜しんで書き続けた。よし、完成だ。そして社長であり作品のメインイラストレーターでもある光に読んでもらう。どうかな。正直驚きました。まさかここまでのものが上がってくるなんて。ファンとして一番にこれが読めるのは役得ですね。大げさだな。大げさなんかじゃありません。これは確実に売れますよ。数々のヒット作を飛ばしたあの田中優斗が書いた新作として大々的に広告を打ちましょう。こんないいものが売れないわけないんですから。そしてユウトさんを苦しめたタカナントカさんはボッコボコのポコです。おお、すごい気迫だ。フィッシュ、なんだ、誰か俺の噂でも知ってるのか。リュウジさん、これ見てくださいよ。どうしたんだ、そんなに慌てて。これ田中ユウトが別の会社で新作を出すようで。こんな無駄金かけて宣伝しちまってよ。どうせうまくいかないだろ。なんたって同月にはこの俺がシナリオを書き下ろした新作が発売されるんだからな。これで俺もユウトなんて比べ物にならないほどの有名ライターになってやるよ。そしてついに光の会社の新作が発表された。社運をかけた大々的な宣伝とともに。あったぞ、田中優斗がライターを担当してる新作。このメーカーはイラストは最高だけど、シナリオがいつもパッとしなかったからな。もしシナリオも面白かったらとんでもない傑作になるぞ。光は褒めちぎってくれたものの、正直不安はあった。しかし作品は近年の売上低調の業界が嘘のような歴史を塗り替えるほどの大ヒットを記録。メインイラストの桃園光の名とともに田中優斗の名前も業界中に轟き、一躍トップライターに上り詰めた。一方、リュウジさんがシナリオを担当した作品は酷評の嵐。
アイデアは出せても、それをシナリオに組むのはまた別の技術が必要になる。行き当たりばったりのシナリオは近年稀に見る打作だとネットでおもちゃにされていた。過去のヒット作で得た資金も夜の街で使い潰して尽きていたらしい。社員たちは次々と去っていき、会社は転落の一途をたどっている。このままだと近いうちに倒産することになるだろう。そんなある日、俺の元にリュウジさんがやってきた。ユウト、俺が悪かった。お前が好きな作品を書かせてやる。だから戻ってこい。リュウジさん、寝言は寝ていってください。会社を追い出されたユウトさんの気持ちを考えたことがありますか？ユウトさんは私たちの仲間なんです。あなたなんかに絶対に渡しません。二度と姿を見せないでください。ヒカリ、ありがとう。そういうことだ、ごめんなさい。リュウジさん、俺はこれからヒカリと一緒にゲームを作っていくよ。ちくしょう。こうして俺はヒカリの会社でゲームを作り続けることを決めた。新作を発表するたびに話題となり、いつしか俺とヒカリは黄金タッグとして名を馳せていた。それでも俺たちの創作意欲が尽きることはなく、末永く作品作りを続けていくのだった。